パソコンすらも触ったことのないレベルだったんですね。でもそういった人でも収益化しっかりとこうできるようになったんですね。名前は三船聖華と言います。今はフリーのウェブデザイナーとして活動しておりまして、カウンセラー、あとコーチとしても活動しております。高校卒業してから4年間陸上自衛隊で働きまして、でそれを退職した後に22の時に未経験からボクシングを始めて、プロボクサーとして3年間活動して、でその後に千代田区の職員として、公務員としてゴミ収集の公務員をしていまして、でその後にカウンセリングとコーチとして独立をしたという経歴なので、全くそのプログラミングとか IT とは全く違うちょっと体育会系の職場で働いてました。まあ、カウンセリングとコーチという心の世界に探求するというのが専門なので、純粋にそこに対してのこうお金を作りたかったんですよ。 IT の知識があればなんかそこに対して自己投資の金額がもっと増やせるんじゃないかなと思って、一個はお金を純粋に作りたかった。そのお金を作って、でいろんな講座に学んでお客さんにいろんな質の高いものを提供したいっていうのが一つと、あともう一つは世の中に出るべき人をより多く発信していきたいというか、世の中に排出していきたいっていうのが、まあ、二つ目、やりながらこれをやりたいなと思った理由ですね。昔違うスクールに行った時にプログラミングをやった時にちょっと挫折して、最後まで行ったけど自分だけ就職がしなかったっていう選択をしたんですね。で一度こう挫折した身で、でお客さんでたまたまデザイナーの人がいて、プログラミングを書かなくてもノーコードでもウェブサイトが作れるんだっていうことを知って、じゃあリベンジだっていうような形でもう一回トライした形になりますね。もうほぼゼロに近いですね。ウェブデザインは基本自分はノーコードといってコードを書かないでデザインをするので、正直あまりプログラミングっていうのが必要がなかったんですよ。なのでもう本当にまっさらな状態からスタートしたので、全くど素人っていうような形でしたね。選ぶ理由は、まあ、何個かあって、プログラミングのスクールに通いながら収益化ができるっていうようなところに魅力を感じたんですよ。実践をしないとやっぱり知識って身につかないと思うので、こう生の現場に出て実際にこう収益化をすることで自分のこう知識とかになるので、もうスクールに入った段階で積み上げれるっていうのが、まあ、1個と、あともう一つは純粋にそのインストラクターの人が結構魅力的で、言われたことで結構印象に残るっていうのが、バッターボックスに立てみたいなことを言われて、そのできないながらにがむしゃらにこうやっていくと知識になるんだっていうことを教わったので、まさしく本当にその通りで、自分も実際に応募をして、で案件をもらって、でもらった時点でこう自分で調べてこう対処をしてったりもしてたんで、よりバッターボックスに立つみたいなのも、これはものすごく魅力的だなと思いますね。プログラミングスクールに2年前ぐらいに行った時も挫折もしましたし、で体育会系の仕事をずっとやってきたので、もうパソコンすらも触ったことのないレベルだったんですね。ノーコードという、本当にコードを打たなくてもウェブデザインができるっていうノーコードっていうのがあって、それは結構誰でもできんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。本当にプログラミングをできた方が単価も上がれるし需要があるとは思うんですけども、でも自分はプログラミングをできないから、それを捨ててノーコードを極めてやると思ってやっても、やっぱり予約がもうひっきりなしで入ってくるんですよ。なのであんまりそこでプログラミングが苦手だから私はちょっと向いてないとか頭が悪いからっていうのは全く関係のない話だなと思いますね。
在学中はほとんどなかったですね。もう稼げても月に数万円とかその単位でしたし、もう本当に月に1件2件案件があるのかっていうようなレベルでしたし、もう単価もものすごい安くて、これは元取れないなみたいな感じのレベルではいたんですよ。ただとにかく数を申し込んだり、こう言われたことをきっちりきっちりやってったら、ある日突然こう予約が1件ポンと入って、その1件から何か急にバッと広がったみたいな感じだったので、卒業して2ヶ月後3ヶ月後にはもう月に数万円ぐらいしか稼げなかったのが今20倍30倍ってなってるんで、だいたい今で3、40万ってところですね。主にココナラと紹介の2つですね。紹介が紹介を生むみたいな形と、あとはココナラでもこう結構大きな企業からたまたま案件が来て、でまだプログラミングを始めて1ヶ月目ぐらいだったんですけど、たまたまなんかうまくできたんですよ。ちょっとなんか気に入られて、そこから継続的にその企業からは業務委託みたいな感じで何かあった時に案件をもらえるような形にもなりましたね。なんかそんな一個のところからこう広がったみたいな感じがありましたね。まあ、どこでも働けるっていうところもそうですし、自己投資をたくさんしていきたいっていう気持ちがあったので、より自分で自己投資のためにお金を使えることができるので、結構こう生きる可能性が広がったというか、自分の力で何かこう価値というかサービスを提供することができるっていうのが、すごくやってよかったなと思うところですね。やはりこうウェブサイトを作って、そのお客さんが本来持つ才能とか特性とか、その人のこう魅力みたいなのをサイトに載せて、でこう世の中に発信していく。やっぱりそれによってそのお客さんが何かこう収益が上がったりとか、その先のお客さんが喜んでくれたりとか、そういった声を聞いたりすると、なんかやってよかったなっていうような気持ちはありますね。やっぱりエンジニアとか IT のスキルって今後必ず必要になってくると思いますし、あとはこういろんなこうなんか学ぶものがすごく多いなというふうに思ったんですね。ピンチになった時とか、窮地に追い込まれた時の対応法っていうのが、まあ、信頼に生まれてくるので、なんかこう心の部分もすごく鍛えられますし、あとはまあエンジニアのスキルをこう身につけることによって、割とこう論理的に考えるような、感覚だけじゃなく論理的に筋道立てて考えることができるようになったっていうのは、なんかこう人生の幅もまた一つ広がったっていうかなっていうふうには思いますね。自分の場合はまあ学歴も高卒ですし、まあ、決して勉強ができるわけでもないですし、今までどちらかというとこう泥臭い人生を歩んできたタイプの人間なので、でもそういった人でも今案件を獲得して収益化しっかりとこうできるようになったんですね。人生ってどこかのタイミングで必ずこうなんかトライというかチャレンジをしないといけない場面ってあると思うので、一回はこう何か自分のこう人生にトライをするというかチャレンジをするという経験があった方が、生涯を終えた時にあやってよかったなっていう風になると思うので、結果をあまり恐れずに、自分も一回挫折した身なんですけども、でもそれが生きるから今の自分がいるので、なんかこうトライをするっていうようなことをやってほしいなっていう風に思いますね。